とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。最弱のエンチャントは何だと思いますかという質問ですね。さあ、今日はこれ初めてやるかな。最弱エンチャランキングやっていきたいと思います。1位から5位、行ってみます。では、行きましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最弱エンチャランキング第5位からいきましょう。第5位はこれですね。ビーストサージですね。弱いペットが10秒間若干強くなったところで、そんなに意味はないかと思います。むしろこれを入れるぐらいだったら、ビーストボス、そしてビーストバーストを入れた方が断然マシです。10秒間だからね。さらにポーションを使った後の10秒間っていうのが、ちょっと微妙すぎるんじゃない?ペットがすごく強くなったらば、使えるようになるかもしんないけども、今の状態じゃとても入れようとは思いませんね。第5位はビーストサージです。それでは最弱エンチャランキング第4位です。第4位はソウルフォーカスですね。最大でソウルダメージが 30% 増加します。雷フォーカスとか毒フォーカス、火炎フォーカス、あそこは 75% 増加するのになぜかソウルだけが 30% 低いんだよね。そして今現在ソウル系のアーティファクト使えるやつないよね。ほぼほぼ使わないと思います。まあ苦痛の矢は若干使うかなぐらいで、あとはもう少しダメージとか使い勝手が良くならないと使わないかな。なのでこのソウルフォーカスほぼほぼつけてる人はいないんじゃないでしょうか。第4位ソウルフォーカスですね。それでは最弱エンチャランキング第3位いきましょう。第3位は衝撃ですね。弓のエンチャント衝撃、これいりますか?いる?俺はほぼほぼつけたことがないんだけども、まあノックバックさせるようになるエンチャントです。弓ってクールダウン編成が今結構主流だと思うので、2つそれに取られますよね。残りをこれにしようっていうことがないよね。ないと思います。まあクロスボウでは使えるのかな。いやークロスボウもね、これを入れるぐらいなら火力を上げた方がいいと思うんで、ちょっと微妙だと思うんですけども、どうでしょう。俺はこれは全然使わないと思うんですけどもね。第3位衝撃ですね。では次、最弱エンチャランキング第2位ですね。第2位は食料貯蔵ですね。回復ポーション使った時に3つ食べ物をクラフトするっていうやつなんだけども、回復した後に食べ物いらないよね。回復したんだから食べ物はもう使わないと思うんで、いらないかな。出たのがリンゴとかだったら3秒間回復したところでそんなに変わりはないと思うのでつけないですね。これと同じ感じでサプライズギフトがあるんですけども、あれは矢とかね、パワーポーション、影のブリューとかその辺結構使えるのが出るのでつけることもあるんだけども、食料貯蔵はちょっと使わないかな。黄金スキルでたまたまついてたやつっていうのを使ったことはあるけども、自分からつけようとはなかなか思いませんね。第2位は食料貯蔵です。それでは第1位に行きましょう。最弱エンチャランキング第1位、これダントツです。冒険者ですね。一番最初発売された時からあるエンチャントなんだけども、これいる?地図上のブロックを100個捜索するごとに HP が 1% 回復するの。100個捜索して 1% ってまず少ないし、
捜索し終わると回復もしなくなるので、これは一番いらないんじゃないっすか。うん、もっとね HP が 50% 回復するとかそういうんだったらわかるよ。 1% だからね、これはとてもじゃないけど使わない。もうこれは廃止してもいいんじゃないかって思うレベルですね。これ間違いなくダントツで一番使わないやつです。冒険者ですね。はい、ということで今日は最弱エンチャランキングでした。皆さんはどうでしょうか。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。